ウィークリー声の架け橋。ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは、秋の香りです。さて、1月もあっという間に終わり、寒さ厳しい2月を迎える頃となりました。この寒い中、皆さんにとって恋しくなる食べ物といえば何でしょうか？私は熱々のおでんです。おでんの鍋から立ち上る湯気になぜか心躍るのは私だけではないでしょうね。さあ、それでは今週の放送内容をご紹介しましょう。今週は1月14日日曜日に鉄砲水稲荷神社で執り行われた寒中水浴寒みそぎの模様をお届けします。ウィークリー声の架け橋。この番組は中央区の提供でラジオシティ中央 FM よりお送りいたします。改めまして、こんにちは、秋の香りです。今週は1月14日日曜日に鉄砲水稲荷神社で執り行われた寒中水浴寒みそぎの模様をお届けします。これは凍てつく寒さの中、ふんどしや白装束に身を包んだ方々が氷が浮かぶ水槽に入り、一年の無病息災や地域の安寧を願う行事です。それでは早速レポートをお聞きください。皆さんこんにちは、リポーターの新宮志穂です。私は今鉄砲水稲荷神社に来ています。今日は1月14日1月の第2日曜日です。毎年1月の第2日曜日にはここ鉄砲水稲荷神社で新春の神事寒中みそぎが行われます。今年から4年ぶりに一般の参加者の方も募り、コロナ前と同じような開催になったことから、寒すぎ前の境内大変賑やかな雰囲気に包まれています。1月6日の召喚を過ぎて寒の入りを迎えました。昨日は東京でも初雪が観測されるなど、連日非常に厳しい寒さが続いています。ただ今日は境内に日差しも届いていて青空が広がっています。冷たい空気は流れています。コートを羽織っている私でさえ身を切るような寒さの中、参加される方々、男性はふんどし一丁、女性は白装束に身を包んでいます。皆さん、今年はどのような思いでみそぎを行うのでしょうか。早速参加する皆さんにお話を伺っていきましょう。それではまずはじめに弥生会会長の大井真嗣さんにお話を伺います。大井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。昨日は東京でも初雪が観測されたということ で、はい、寒さ厳しい朝になりました。まずは今日の天候から伺いたいと思います。そうですね、いつも今まで僕が入り始めてもう20回近くになるんですけれども、一度も雨とかがないので、昨日の初雪が、ね、変わって本当にいい天気にはなったんですけど、ちょっと寒いですよね。そうですね、空は青空が広がっていますけれども、はい、気温がなかなか上がりきっていない。そうですね、はい、この境内もちょっと冷たい雰囲気になっております。はい、改めてになりますが、大井さん会長を務めていらっしゃいます弥生会について教えてください。はいはい、弥生会はですね、もともとが神社の御本社神輿を担ぐ会として発足しまして、で、それだけではなくて神社のいろいろなことをですね、弥生会が氏子青年会としてやっていかなくてはならないということで、おみこしだけではなくて神社のいろんなこういうみそぎとか大掃除とかですね、はい、そういうことにも協力していこうということに今なってます。今日はお揃いの白い斑点を皆さん着てらっしゃいますけれども、はい、会員の皆さんどんな方々がいらっしゃるんでしょう。基本的には地元の方、ただそれだけではなくて在勤でも興味のある方は入会していただいてます。さあ、これから行われます寒みそぎについて伺います。はい、今年参加者どのくらいになるでしょう。88名です。88名。はい、今年はどんな方々が参加されるんですか。地元の築地警察、そして京橋消防署からも7名と5名の皆さんが参加していただいて、あとは普段いらっしゃる方、そして新しく
初めて入る方が15名ぐらいいらっしゃいますね。そうですか、はい、コロナ禍の間は一般の方々がなかなか参加がしづらかったというふうに伺っておりますが、はい、今年は一般の方も参加に。そうですね、一般の募集をしました。はい、で今までは弥生会と、あとは弥生会が所属している東京都氏子青年協議会の単位会の皆さんに来ていただいたんですけれども、やはり今年からは、まあ、コロナも一応収束したということで、うん、一般募集を、はい、だから4年ぶりになりますね。4年ぶりの一般募集、はい、これは参加される方も楽しみで。そうですね、されると思います。はい、まあ、この寒みそぎ注目度だけではなく目的や意義がいつもあるとおっしゃっています。はい、先生もいつもそういうふうに教えてらっしゃると思うんですが、はい、改めてそちらについても教えてください。そうですね、やはり先代の宮司さんがまずは自分たち氏子の皆さんの健康ですね、それを第一に考えて行っておりまして、まあ氏子の皆さんの健康第一ということと、あとは家内安全、みんなひっくるめてですね、みそぎを行いましょうということ で特に今年は本当に元旦に能登地方の震災がございましたので、まあ、震災に対しての皆さんにお見舞いも兼ねてのみそぎになるとは思いますね。さまざまな思いを持って参加されるということですね。はい、ではまず安全第一でよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。どうも。それでは参加者の方にお話を伺います。おはようございます。おはようございます。今の気持ちから聞かせてください。ちょっと昨日雪降ったんで、はい、ちょっと心が折れそうだったんですけど、もうなんとか今日ちょっと暖かくなったんで頑張ろうかなと思って、はい、昨日に比べたら少し暖かくは、そうですね、ちょっと若干ぐらいな感じになりましたね。はい、参加は何回目になりますか。今回2回目です。昨年もお話伺ったと思うんですけれども、今年2年目になりますが、うん、はい、今年もまたやろうと思ったのは何か思いがあってからですか。意外と去年入ってみて、その後結構すごい体調が良くなったというか、なんか みそぎで落とされたのか分かんないですけど、はいはい、なんか結構体が軽くなった感じがあったので、あ、今年もやろうかなみたいな。じゃあ今年もこのお水に入って、うん、邪気を払っていいですね。はい、この後も私たちのお願いを託していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではみそぎ前の参加者の方にお話を伺います。おはようございます。参加するのは何回目ですか。2回目です。2回目。まず最初に参加した時のきっかけは何でしょう。去年私高円寺の方で氏子青年会に入っていて、そのつながりでお誘いいただいて参加しました。また高円寺とこちらの様子は違うかと思いますが、いかがですか。はい、すごい立派なお社で、すごいなと思って見てます。はい、今回2回目のご参加ということですが、はい、今年はどんなことを願ってみそぎされますか。今年はちょっと災害もあったので、まあ、皆さんの、まあ、無病息災と、まあ、世界の平和とかいろいろ記念しながら心して臨みたいと思います。あとおよそ1時間ほどで始まりますが、もう早速白装束に身を包んでらっしゃいます。もう気合十分ということですかね。いや、ちょっと早めに準備しないとと思っていたんですけど、ちょっと早すぎました。じゃあこれからどんな風に時間過ごしますか。まあ、ちょっと写真撮ったりしながら、はい、ゆっくり心の準備も含めてしていきたいと思います。では安全第一でよろしくお願いします。ありがとうございました。ではみそぎ前の参加者の方にお話を伺います。おはようございます。はい、こんにちは。今の気持ちをまず教えてください。とても寒いですが身が引き締まる思いです。以前もお話伺ったことあるかと思うんですが、今回参加は何回目ですか。8回目かな、9回目ぐらいです。過去と比べてみて今回は。今日格別に寒いですね。格別に寒い、はい、そうですか。普段はどういったところで活動してるんでしょう。僕は新宿の花園神社で活動してます。またご自身の氏子町会を出てこういった場所に参加するということの意味はどんなふうに考えてらっしゃるでしょう。はい、もうやっぱり神社同士のつながりの中で非常に有意義な活動をさせていただいていると思って感謝して毎年みそぎをさせてもらってます。今年どんな気持ちでみそぎされるか最後に聞かせてください。はい、まあ、日本全国皆様方大変な方もいっぱいいらっしゃいますけど、我々代表してですねお水をいただいて、国の安泰とそして皆様の健康を祈願して入りたいと思っております。私たちの願いも込めたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではみそぎ前の方にお話を伺います。おはようございます。おはようございます。おはようございます。
お二人はどういった形で今回参加されたんでしょうか。友達に誘ってもらって初めて参加します、はい、お友達はどういうところで。自分は地元がずっとここで、おじいちゃんぐらいからずっとここ出てたんですけど、はい、コロナでずっとなかったんで、今回初めて挑戦してみようと思いました。お友達を誘ったきっかけは。いや、ちょっと一人じゃ心もとないんで心強い友達を誘えて、はい、来ました。お二人とも何か鍛えてらっしゃるようにも見えますが、そうですね、格闘技やってます。あ、格闘技を、はい、そして自分もキックボクシングやってます。あ、そうですか。今日はどんなことを願ってこの後お水をいただくか聞かせてください。今年年男でもあるんで、それの思いと、あと今年1年ちょっとキックボクシング頑張ろうっていう思いを込めて参加しました。お友達はどうですか。自分も年男で、あと今年ちょっと翻訳なんで、ちょっともう1年気合い入れるために、寒い中頑張ります。今どんな気持ちですか。いや、ちょっともうあれですね、もう気合がすごいですね。じゃあその気合を見させていただこうと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。急ぎが終わりました。参加者の方です。お疲れ様でした。あ、どうも。今の気持ちを聞かせてください。いや、これで新しいまた気持ちを迎えてね、頑張っていきたいと思います。今日はどんなことを願ってお水をいただいたんですか。やはり今回ね、元旦の日にああいった能登の方で大きな地震ありましたから、そういった被災された方と、残念なことに亡くなられた方の供養ですかね、そういったことも含めて、あと本当に能登の方たちのね、一日も早い復興を祈って臨みました。お疲れ様でした、はい。
では今禊が終わった方にお話を伺います。参加者の方です。今の感想を教えてください。はい、気持ち新たに今年1年頑張れそうです。今回何回目の参加ですか？初めてです。初めて、はい、どうでしたか？いや、最初はやっぱり寒いなと思ったんですけど、やってるうちにだんだんそういうのはなくなって、今の自分とを見つめ直す時間になりました。今年1年どんな1年にしたいですか？今年は、家を買ったり自分の中でいろいろ変わるところが多いんで、そういうのをしっかりやっていきたいなというふうに思います。頑張ってください。お疲れ様でした。今参加終えました禊後の方です。お疲れ様でした。今の感想を教えてください。何でしょう、すっきりって言うんですかね。そうですか、はい、先ほど始まる前にも少しお会いしましたけれども、確かにお顔立ちがなんかこうスッとした感じがしますね。 ありがとうございます。とにかく私たち気になるのはこの寒さだったんですが、いかがだったでしょうか？今年はそこまで風がなかったので、なので先生もちょっと回数普段よりも多めにそうでしたね、はい、お水を頂戴して。今年はというお話がありましたが、参加は何回目になるんでしょう？15回近くなります。15回くらいですかね。もう本当にベテランの参加者の方と言ってもよろしいかと思います。今年はご自身の中でちょっと特別な1年だとか？はい、年女なの で父も見回り上の年男で、娘が見回り下の年女で、はい、そうですか。初めて3世代が揃ったっていう年なので、はい、ちょっと家族全員の健康と幸せを祈って入りました。今日はお疲れ様でした。それでは最後に鉄砲水稲荷神社中川宮司にお話を伺います。よろしくお願いいたします。はい、今年の神禊今終わったばかりですけれども、雰囲気はいかがだったでしょうか？今年は新年から能登半島の地震や羽田の事故がありましてね、私どもも お正月からそういう方たち のご冥福や安寧をご祈願させていただいております。そういう事故がまた起こりませんように、天災に割れませんように、皆さんが多分力を合わせて寒中禊をなさりながらご祈念されていたものではないかなというふうに思っております。ご挨拶の中で何事にも目的があるというふうにおっしゃっていました。はい、本当に参加者の皆さん一人一人さまざまなこう目的や目標を持って、はい、祈りを持って、はい、お水をいただいていた姿が印象的でした。宮司は参加者の皆さんの様子をご覧になってどうでしたか？今年も皆さんが事故なく安寧に過ごせますよう、きっとご祈念なさっていたことと思います。宮司さん、最後に今年どのようなことを願うか聞かせてください。当然の普通の1年でありますよう、ご祈念いたします。ここまで鉄砲水稲荷神社の中川宮司にお話を伺いました。今日お疲れ様でした。ありがとうございました。どうも失礼しました。いかがでしたか？甘味噌には地域の皆さんの思いを込めた神事です。くれぐれもご自身で試そうなどとは考えないでくださいね。